がきますねー。何を見て言ってるのよ。この草ですね。雑草じゃないの。まあ、雑草ですけど。これ、スベリヒユっていう草なんです。毎年夏の終わりから秋口に大繁殖するんですよね。そうなの？今回はこのスベリヒユで一品作っていきますよ。いや、雑草じゃないの。いいのよ。お嬢様？埼玉県民にはそこら辺の草でも食わせておけばいいのよ。本当にそこら辺の草なんですよねー。それで、この草は結局何なの？スベリヒユっていう多肉植物ですね。日当たりが良くて、ある程度栄養のある土があればどこでも生えてきます。繁殖力も強く、一週間くらい放っておくと花壇が埋め尽くされるくらいには増えますね。マジものの雑草だった。多肉植物なので乾燥にも強く、抜いてもしばらく枯れません。多少畑をやったことがある方でしたら、かなり厄介な雑草って印象があるんじゃないでしょうか。それで、なんでこんなもの食べようとしてるのよ？この草、日本だけじゃなくて世界中どこでも生えてるんですよ。まさかの国際派雑草。そして、至るところで野菜として食べられているという側面もあるんです。雑草じゃないの？日本でも、山形とか沖縄では食材として食べる文化がありますね。そして、世界中で食べられているということは、中国で食べないわけがないのね。イグザークトリー。実際、普通に美味しいので一番うまい雑草とか呼ばれたりしますよ。それで、この雑草で何を作るのかしら？今回はスワンニーマーチーシャンを作ります。どういう意味なの？スワンニーはすりつぶしたニンニクのことを言います。あ、私パスね。あと頼むわ昨夜。で、後ろの部分は？これはスベリヒユです。つまり、スベリヒユのニンニクあえってところでしょうかね。どこの料理なの？さあ、知らないの？作り方とか味付けの方向性はコナンっぽいんですけど、正直よくわからないんですよね。そういうことってあるの？中国は広いですからね。いろいろな場所で定着してたり、マイナーでよくわからないものも多いです。今回はどっち？多分前者ですね。ただ、日本の湖南料理店で出されていたことはあるみたいなので、あながち間違ってはいないと思いますよ。それでは、材料です。スベリヒユ1束、ニンニク2かけ、唐辛子1本、重曹小さじ1、ホアジャオ小さじ2分の1、油50から 100cc、塩小さじ2分の1、酢大さじ1、味の素小さじ2分の1、醤油小さじ1、ごま油少々、以上です。結構ニンニクがっつり入るわね。そりゃもう、スワンニーって名前につけるくらいですからね。これは翌日人に会うときは食べれないわね。そこのところ、中国はどうなの？何がです？ニンニクよ。人と会うときは控えるとかないの？ないです。断言したわね。だってみんな食べてますもん。自分が気にしたところで相手も食べてるわけで。かなりニンニクにはおおらかなのね。特に四川とか湖南だとニンニクが入らない料理の方が少ないのでは。お嬢様方が動画に出れないわけね。それでは、作っていきましょう。収穫してきたスベリヒユは根元を切ってよく洗います。収穫というのか、除草というのか、食べるんだから収穫でいいんですよ。あ、取ってくる場所は気をつけてくださいね。道路とかに生えてるやつは除草剤かけられてたりするので食べない方がいいです。言われなくても普通は食べないから安心しなさい。ついでに、花壇に生えてるやつはポーチュラカっていう園芸植物の場合もあります。似た花もあるのね。結構綺麗じゃない。まあ、禁煙種で毒もないので食べても問題ないですし同じ味ですけど、あまりに太い茎は硬くて食べられないので取り除いた方がいいですね。お湯を沸かし、重曹を入れます。重曹の泡が収まったら、スベリヒユを投入して茹でていきます。重曹はなんで入れたの？アク抜きのためと、色味を良くするためですね。重曹のアルカリで野菜の繊維を柔らかくして、効率よくアクを出すことができるんです。一応生でも食べれますけど、スベリヒユにはシュウ酸が含まれているので一度茹でてから食べることをおすすめしますよ。まあ、スベリヒユはそこまでアクが強いものではないので、重曹はなければ入れなくても大丈夫です。2から3分茹でたら冷水にとって冷ましておきます。ニンニクをすりおろします。チューブじゃダメ？チューブニンニクだと風味が数段落ちちゃうのであまりおすすめはしませんが、まあ最悪チューブでもいいですよ。唐辛子はハサミで細めに刻んでニンニクと一緒にしておきます。茹でたスベリヒユを絞って、2から3センチ幅に刻みます。刻んだスベリヒユは、耐熱容器に移しておきましょう。ここに先ほどのおろしニンニクと唐辛子を乗せておきます。まだ混ぜないのね。混ぜちゃダメですよ。油を熱して、ホアジャオを投入。香りを出します。おろしニンニクの上から、先ほどのホアジャオ油をかけて蓋をします。蓋する意味あるの？ニンニクの香りを閉じ込めるためですね。火が通ると同時に揮発する香りを中に封じ込めています。2分ほど放置したら、塩、味の素、醤油、酢、ごま油を加えてよく和えたら完成です。作り方は簡単ね。
それでは、お召し上がりください。見た目は悪くないんだけど雑草でしょこれ？まあ、騙されたと思って。あ、普通に美味しい。なんだろう。雑草って感じじゃないわね。野菜だわこれ。太い部分は歯ごたえがあって、葉っぱの部分は軽いぬめりがある感じね。嫌な臭みとかえぐみとかは全然なくて、ほうれん草とかモロヘイヤみたいな感じの味だわ。本来は多少のえぐみがあるんですが、重曹でアクを抜いたから癖がなくなったんですね。ガツンとしたニンニクの香り、黒酢の酸味、ごま油の香りがすごくいい。滑り比喩にも軽い酸味があるんですが、この味付けだと完全に黒酢に負けて感じなくなりますね。今回は言ってしまえば、癖のある野菜の癖をニンニクと調味料で叩き潰す味付けになっています。だから、多少癖がある山菜とかでも関係なく食べれるようになります。別に滑り比喩じゃなくても、ほうれん草とかで作っても美味しいですよ。滑り比喩自体の味を味わいたい場合、ただ茹でて醤油かけただけでも十分食べれます。で、なんで突然雑草食べるとか言い出したのよ。ちょうど時期だからです。花が咲くと味が落ちるんですよ。本当のところは？前回の埼玉県知事選うちわが思った以上の反響でして。ああ、あの飛んで埼玉の。せっかくだから、あのセリフに習ってそこら辺の草でも食っておこうかな、と。動機が意味不明で草だわ。そこら辺の草だけやかましい。あ、そういえば以前パロディさせてもらった今夜のパスタさんのところで私がレシピ提供したパスタ動画上がってますので、よかったら見に行ってくださいね。麻婆茄子のパスタ。もともとは私が海苔で作ったものですが、イタリアンの人が作るとちゃんとした一品に仕上がってますね。うちが雑なだけじゃないの？そうとも言いますね。これで麻婆茄子のリクエスト消化ってことにはさせないわよ。ちっ。